ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、いやね、これね、かれこれ2時間ぐらい、しかも電車で揺られた状態でこれ今連れてこられてるんです。どこなん？めっちゃしんどい。怖いねんけど、俺バンジージャンプとか絶対無理やから。なんか、なんか、おい。バンジージャンプは絶対バンジージャンプ。この感じで2時間電車に揺られた状態で、今ちょっとね、車はあのちょっとうまいこと手配させてもらって、ジャンクマンで。ジャンクマン。運転手ジャンクマンでね。運転手がしかもジャンクマンだってことも知らないから。はい。もうほんま無理だ。その状態で急に今連れられて、本日急に。アームレスリング大会に乗っこってやバンジージャンプは無理やで。バンジージャンプは無理やで。出場していただこうと思ってます。これ何も知らないんで、これをとりあえず出えへんからな、俺車から。そんな感じしたら、大丈夫かな。今からこれちょっと、いや急にあるな。いや、とりあえずこのまま連れて行きたいと思います。誰のカバンかも分かってへんのやめろ。いや怖い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 、これが怖っ。めっちゃ怖い。うわっ、あ、これめっちゃ怖いわ。いやこれ何も知らしてないっていうのが多分ちょうどええんかな。やばいやばい怖い。壁とかある、何か怖いよな。うわ、日本グランプリ、あ、ちょっと、あ、ちょっと待って、音こもってる。これね、多分ここが一番ちょうどいいんじゃないのかな。あ、いいね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 、ね、この状況で。何何ほんまに、え、何の記念、今記念撮影させられてますね。彼は分かってませんから。ちょっと受付の方までね、先にとりあえず行かないと。まだ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 ないよ、まだないよ、まだないよ。こう、なんか触ってる方が多分安心なんでしょうね。そうだよね。それで分かるわけないやん。どういうタイプの人間なんもん。めっちゃ、お前ほんまこれな、目隠しされたらほんま怖いね。何も聞こえへんし。いやいやいや、いや、これもうほんまに何言うても、このデブがね、お前文句言うてても何もわからないですからね、ほんまに。何これ、なちょっとそれ、あ、そうなんや。あ、そうか、止まったことは分かっててんや。あ、そうそう、結局寺田浩二と、いや、つけへんねん、つけへんねん、誰も手はつけへんねんな。うわぁ、すごい会場。舞台になってるのか。なになになに、怖い怖い怖い。まだまだ、こっち、まだつる、まだこっちつるか、まだこっち始まってるのか。なになに、前まで行きましょうか。前まで連れて行きましょうか。ちょ、待って、ね、待って、前におるから、こう触らんとって、怖い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 、ちょっと触らんとってほしい、この場所やから。ほんまに何、痛い痛い。ちょっと痛い、痛いとかじゃない。手すり、手すり、すいません、本人知らない。本人知らんすか。知らない。何何何、もう怖いって。ここで、いや、これ多分ずっとこれ外してあかん言うてるから、外さん、こっちが外さんと多分気づかないです。なるほど、じゃあ外してあげて、パッと向こうで。おお、何、本日ロコン寺田さん、誰、アームレスリング大会に出ていただきます。ええ、いや、じゃなくて、出ていただきます。アームレスリング大会に出ていただきます。いや、お前
めっちゃ恥ずかしいねんけど。もうエントリーしております。これ今ずっと、はい、見られたんで。これ何出ます。なんやねんそれ。いや大阪からわざわざだる。もう2時間半ほど揺られてきました。でも俺でも正直ちょっとホッとした。なんで、なんで俺あのバンジージャンプ言ってたもん。ずっと言ってたバンジージャンプ。俺バンジージャンプでされるんかなと思ってたから、うん、ごそごそ言ってたから。でもなんかちょっと風とかでちゃうなと思っとったから、うん、ああそういうことな。そうだから何やろうと思って。あどっちかって言ったらもうこのなんか大会であるからやっぱ熱気ムンムン的な、うんうんうん、それ感じれたのかもしらんな。すごっ。うわ何恥ずかしい。俺何目隠しされてこうやってもここ歩いてきた。そう恥ずかしい。みんな全員うわノッコン出らないノッコン出らない、うわ何させられてんねやろって言ってたから。え何俺腕相撲。そう腕相撲俺自信あるよ。いやだからいや言ってんのにっていうのが多分みんな思ってるから、うん、ああなるほど。で特に多分アームレスリアは特に思ってると思う。俺でもこの人には勝てるくせえよ。レフェリーの人後頭部近いもんあんな。デンジャラスポジション今度下げてくれる言ってるとその場で負けになります。でここでアップアップアップと3回言いますよね。はいはい全然全然はいはい、みんなめっちゃ強そうなんです。気持ちだけいけますか。いける。あの変な小細工いらんもん。気持ちだけ。あ分かりました、うん。まあ、僕はねベンチプレス220キロあの上げれる男なので、広田さん、広田最後選手、まあこんなねガリガリの奴らの集まり、ああ僕やら余裕で勝てると思う。体重が一緒ぐらいやったらさすがに勝てないですけど、軽いやつやったら僕正直いけると思うんで、この方ではないですよね。いや分からん、ワンチャンここにおるってことはこの人の可能性もあるよ。ああ続きましてリーダー寺田浩二選手、よし、行きます。ワンファイ、こっち、グリ。寺田浩二選手、コーチの動き。何をして、今度取りに行く。リーダー、松永宏斗選手、岡本和弘選手、スタンバイお願いします。もう少し戻そう。ちょっと入っとるよ。お、でゴン。スタッフ、どうぞ。みんな、C 代、山根選手、黒田選手、お願いします。松永宏斗選手、岡本和弘選手、まあまあ、はい、よろしくください。あの、ガッチャン言わしに来てるんで。はい、呼ばれました。とうとう来ましたね。チャンピオンからちょっとコツ聞いてるんで、多分いけると思うんです。チャンピオンから襲ったもんな。襲われましたからね。ノッコもそうですけど、僕もどっちかというと多分天才肌なんで、うん、聞いた時点でおいいやんって言われたんで、多分いけるんやろうなと思ってる。ちょっとラガーマンのパワー見せつけます。リーダー渡辺選手、小野選手、スタンバイお願いします。ここ、ゴー。はい、ストップ。みんな。山。いや、逆に、え？ちょっと。もう、僕今、初め正直、不安やったんですけど、一回やって、優勝できるなって思ったんで、優勝狙い、はい、いけます、いけます、正直、僕より体重重いやつも多分いってないと思うんで、もうこの辺とかどうですか、はい、ああ、この人が出ないでしょ、今日出ないでしょ、僕、応援です、ね、よかったな、はいはい、それはちゃんと見てるんで、後ろから、あの人ら出なさそうやなっていうのは知ってるんで。あ、すごい。あ、今回ビッグダディさんもちょっと。本当だ。ビッグダディ。ビッグダディ。はい。ビッグダディさんが
息子です。あ、え、息子、息子、はい、親父とそっくりです。すごい、めっちゃ似てますね。よく言われる。でも腕、腕やばい、やばいステロイドやってるんですよね。これやってないパターンです。はい、反応早いの、ほんまにやってないパターン。すいません、ありがとうございます。あ、冗談はさておく、真剣勝負なんで、はい、結構みんなね、あのアームレスリングで熱すごいっすよ。真剣にやってる人多いんで。未来寺田浩司選手、はいはい、岡本和弘選手、お越しください。寺内大輝選手、ゆり達也選手、未来のスタンバイお願いします。はい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 、行って、あ、これ終わるまで、はい、お互い置いて。サーダーを戻して、リスト戻していきますよ。戻す、ま、もう少し戻す、もうちょっと戻す、ちょっと倒れといて、起こすよ。で、グーあーすいよ、拍手拍手ありがとうございます。持った瞬間は、持った瞬間はあ、カモやなと思ったけど、あの強い人って、あの豪傑さんもそうなんですけど、逃げる時にアクションかけてくるんですよ。わかる？あ、なんか取り合いみたいな、こう取り合いみたいな、え、何してんの何してんのみたいな。ほんで、あの戻せ戻せって、あのレフリーの人言ってるんですけど、戻すってところでもう取られてんねん。自分入る、あそこのせめぎ合いがやっぱ大事なんやなと思って。まあでも次勝ちますよ。じゃあもういけますわ。多分全然さっきと全然多分変わってますわ。はい、お互いに、はい、グリップ。はい、これ勝負だ。はい、肩を回す。まずこちらへ、ここゴー、ストップ。みんな強いな。リーチが弱いのか相手が強いのか。いや、それ新たに検証せなあかんようになってくるでしょう。びっくりするぐらい強い。一つ疑問が思うことあって、うん、今日なんで来たの。今日なんで来たんすか、こいつ。今も手だけでこうやって感じになってるから、上半身をさ、まあ、石膏かなんかで固められた感じになって、上半身だけ。さっきね、チャンピオンにあの勝ち方を教えてもらったんで、上の方を持つ、指の上の方を持つ、セコンド、セコンド、セコンド、最後と思って、これが、はい、終わりました、はい、気持ち、セコンド、チャンピオンがセコンドなんで、C 代、気合入りました。田口選手、B 代、田口選手、倒してきます、いきます、はい。ビッグダディが相手です。ビッグダディ、さっきからだ。ビッグダディや。うん、でもめっちゃ強そうだね。0代連続で勝った方は上げる。はい、どうす。どうす。お願いします。残り行けよ。よし。負けたら残ったの首で。おっしゃ。はい、シュートで。ちょっとシュートで合わせて。ちょっとオープンして。はい。こう、お互い、親に。はい、右手、はい、うん、綺麗ですね。じゃあ、あとここだね。もちろん戻そうか。ガッ、おっと、そのままか、おっ、ガッ、エルボー、こっち、ワン、ファー、次が前に出てる。あ、俺がファール、アウト。これ出たらダメなんだよ、今回。今回は、こっち出たら。はい、よし、もうちょい戻そう、戻そう、ちょっと待って、ちょっと待って、ゴーブ、ゴーブ、C 代、西田選手、松永選手、はい、手握って、いきなり来る、はい、よっしゃ、はい、イエス、もうちょい戻そう、バックトップ、エルボー、アウト、2ワン、いや、うわー、ちょっとマジか。すいません、ありがとうございます。いや、悔しいな。うわー、ちょっと待って、悔しいな。マジか。こっから出たらダメだから、肘が
ごめんなさい、教えてるかいや、俺めっちゃ、ちょっともったいないエルボーファール教えてなかった。いや、こうやってガッてやった時にガッて出てもらうんですよ。あれでも、あれでもいけてましたよ。いけてました、いけてました。よかった、めちゃめちゃよかった。もうちょっと左足前がいい。あ、もうちょっと左足前。みんな大体中に入れてるでしょ、はい、だからもうちょっと中で。いけとったわ。いや、あれいけてましたよね。チャンピオンが教えてもらったやり方したらめっちゃいいやつになりました。内容バイトガッてやって、こうめっちゃ、めっちゃ、めっちゃいいですから。でも、あの、コバ君っていう選手がね、はい、ノックオンとやりたいんですよ。コバさんってここにいますよ。るか一瞬、一瞬ちょっといいですか。左、左で一回ちょっと、じゃあいきますちょっと、耐えてもらいますやばい、えぐい。いや、僕ファンなんですよ。いや、本当ですか。僕もファンです。さっき見ても引きファンになりました。まだ写真撮ってください。あ、もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。面白いアームレスリング、あの、思ってるよりもはるかに面白いです。でもやったらめっちゃ面白いです。これちゃ、もっと流行ってもいいですね。まあちょっと、ビッグダディあにはちょっと、ルール上ちょっと負けてしまったけど、もう手っ取り早くこの会場で一番強いやつ倒したらもう俺チャンピオンってことやから、うん、ああ、それで今リーチにちょっと選んできてもらってるんで、ああ、リーチは誰取れてるか分かんない。あ、ちょっと聞きました。はい、すごいの連れてきた。間違いないから。なんかあるらしいやん、この人さっき言ったけど一番強いらしい。そうや、どう考えても全然わかるやろ。一番人気強いんかい。強い、強いぞ。一番強いか。強いぞ。なかなか腕太いやんけちょっと腕見してみよ。よっしゃ、ガッとやってみよ。これあー、もう、やらー、まあ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 一番この会場でおいけんちゃう。この会場で一番強いらしいから。手取り上げ行ったらいいやもん。おー、これだ、このおっさん倒したらチャンピオンってことやね、レフリー。そうですよね、チャンピオンください。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあまあまあしてやろう。じゃあ、よし、あー、じゃあ、あー、じゃあレフリー、はい、握りすぎ握りすぎ、レフリー握りすぎや。実力です。ショコ、行けよ、行けよ、行けるぞ。はい、じゃあ行けるぞ。じゃあここで行きます。おー、そう胸張って、ほら、行ける、ほら、いけるぞ。ノック本気出していいぞ。ノック本気出していいぞ。ちょっと待って。パントマイもいいぞ。パントマイもいらんぞ。マジでノック絶対嘘。うせやノック、パントマイもいらない。パントマイもいらない。パントマイもいらない。行こう。せーのとか。せーのとか、なんの。おっ、ちょっと待って。ちょっと待ってはないねん。いやいや、やろうかな。もう危ないと思う。めっちゃ強い。ちょっとごめんなさい、コバさん、2対1でちょっとやらせてもらいたくて。OK ですよ。俺とリーチ。え、いいっすか。ああ、いいね。何を言うやん。さすがサノスや。さすがサノス。さすがサノス。じゃあ僕がこうで、リーチが。あ、いいっすか。こういう感じ。レフェリーも。レフェリーもチャンピオンらしいよ。え、レフェリーチャンピオン、チャンピオン、はい、ではここでいきますよ。 OK、 レディーゴー。ガッ、入れてたやろ今。感じたやろ、後ろから感じたやろ。お前ね、ニュルニュルしてんねん。いやいや、もういいな、いける気する。この人すげー、すげー、マジで。僕のタイミングで、はい、へへへ言われてる。声ちょっと待ってください。なんか、一心動いてる動きますよ。あ、一応こう動きます。あ、動く、行こう。ノック負けてるやん負けてるやん。え、全部強いっす